道内の今年の路線価は平均上昇率が 4% で、7年連続の上昇の中、一番の伸び率です。札幌周辺の住宅地の需要が高まったことなどが理由です。道内で一番高い路線価となったのは、17年連続で札幌駅南口の札幌ステラプレイス前で、1平方メートルあたり616万円で、去年より 4.8% 上昇しました。上昇率が最も高かったのは、再開発が進む札幌市厚別区の JR 新札幌駅前の 13.5% で、1平方メートルあたり42万円でした。再開発で、非常にこの集客力というか期待感も強いし、価格水準もそれほど今高くないんで、まだまだこれから上がっていくだろうなって。一方、最も下落率が大きかったのは深川の本町通りの 8.3%。 おととしまで全国1位の上昇率となっていた倶知安町山田は去年に続き 0% でした。